はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第190回でございます。今回テーマが考えすぎずに行動をというテーマですね。まあ、下に協力のお願いと紙に書くっていうのもあるんですが、こっちからちょっと発信する内容になるんですけど、まあ、よかったら聞いてってください。で、息子がね、今部屋に遊んでるんで、ちょっと物音とか声入るかもしれないんですけど、まあちょっとそれはお許しください。じゃあ行きましょうか。で、昨日ね、夜にツイキャスの方で少し喋ったことになるんですけど、少し前に今年は中学校の、あと中学生の、副教科、体育とか美術とか、まあ、あの辺ですよね。あの辺の動画を上げようかと考えておりますと。で、よかったら、まあ、問題用紙のね、写メとか送ってくれませんかみたいな話をしたんですが、で、送ってもらってね、で、それをまあ印刷して、こういろいろ分析というか、教科書もゲットしたからさ、こういろいろチェックしてるんですけど、少し難航してまして、いくつかね、場所は作ってみたんですけど、難航してると。で、何が厳しいかっていうと、やっぱりね、副教科だからっていうこともあると思うんですが、先生によってね、テストの傾向が違いすぎる。そう。すごい簡単な先生もいれば、めちゃくちゃ、おい、どっから持ってきたこれみたいなのもね、出す先生もやっぱりいらっしゃるので、これを、こう動画にしようとした時にどこにこうポイントを当てるのかがすごく難しくなるっていうのはまず1個ですね。で、まあでもそれでもやろうと思ってたんですが、最近もらったリクエスト、まあいろいろね、この教科取ってくださいとか、こういうの取ってくださいっていうリクエストを今いっぱいいただくわけなんですけど、その中で、ああでも確かにこういうのはあったらいいかなって、今の自分のチャンネルにはあった方がいいのかなと思うのが、中学生のちょっと難しい問題の動画なんですね。自分の動画っていうのは基本的に教科書レベルです。ね、教科書レベルで、その、まあ、例えば中学校の数学だったら、数学の動画全部見てもらったら、教科書一冊はほぼほぼマスターしてますよっていう内容にしてる。抜けはないっていう。そう、ちゃんと、まあ、丁寧にって自分で言うのも恥ずかしいけど、丁寧にね、2ページをまとめてって感じで取ってきたからさ、その分、すげえ難しい問題っていうのは取ってないんですね。ちょっと難しいのを入れましたけど。自分の中のイメージでは、その動画をやってもらって、マスターして、で、学校のワークとかをプラスでやってもらえば、80点はいけるよね。っていうのをイメージして取ってるのね。で、まあ、それ以上のものの問題を取ってくれませんかっていうのは、まあ、前々からいっぱい言われてるんですよ。で、今一応中学生の動画はあらかたね、撮り終わってるので、確かに撮る時期としてはありかなと思ったの。で、昔なんでじゃあ撮らなかったかっていうと、まず基礎を撮り終わってないのにそっち撮るのは違うよねってのが自分の意見だったから、だからやんなかったんですけど。で、それを昨日まあツイキャスとかでいろいろみんなにね、意見を聞いたりとか話をしたりしてたんだけど、で、今気持ちとしては、副教科を撮るんだったらそっちが先なのかな、先というか、そっちの方が、役に立てるかなっていうふうに思ってます。思ってますというか、そうしようって決めました。はい。だから、副教科を楽しみにしてた方には本当に申し訳ないんですけど、ひとまず、数学だけですね。まだ全部一気にはいけないので、中学生の数学の、まあ、テスト対策として、難しめの動画を、まあ、シリーズの名前まだ決めてないんで、どういう名前になるかわからないんですけど、例えば、教科書の一章の中の難しい問題みたいな。ね。いう感じで、まとめて、まあ、再生リストを作ってっていう感じで撮っていこうかと思います。もちろん、多分5月だよね。定期テスト。多分中間テストかな、最初のは。5月だと思うんですけど、いっぱいは撮れないです。ね。ほんと多分、一学年2、3本とかになっちゃうかもしれないけど、ひとまずやってみようかと思います。で、今回のテーマはそこに関わってて、考えすぎずに行動をってね。これについては結構まあ考えてたわけですよ、ずっと。で、自分は、こう、考えすぎて行動が遅くなるっていうのがもう昔から分かってる、自分で。癖なんだよね。そう。で、それがあんま良くないと思ってて、自分では。考えてると、ああでもない、こうでもない、ああなったらどうしよう、こうなったらどうしよう、じゃあこっち取ったら、でもあれができなくなるしな、みたいな。で、結局、答えが出なくて、足が踏み出せないんだよね、一歩が。そう。でもやっぱり、こう、特に、塾講師を辞めてね、一人で活動する、まあ、一人で仕事をするようになってからは、ごちゃごちゃ考えて足を止めてたら置いてかれるんだよね。で、もちろん、考えなくって突っ走って後悔することもあったけど、
でもやっぱりある程度考えたら、そこで結論出ないんだったらまず行動して見える景色変えなきゃいけないよねっていういうふうに思ってるの。だから今回に関しても、分かんないよ、もしかしたらやることによってデメリットが発生するかもしれない、発生するかもしれないけど、ひとまずやってみて、その中学生の、難しめってすごい難関じゃない、難しすぎる問題とかではないけど、若干、みんなが使ってる学校のワークとかでどうだろうな、 C 問題とかさ、応用問題っていうところに入ってるような問題、あとは最後の章のまとめみたいなね、そう、そこで取り上げられてるような問題の動画を、撮ってみようかと思います。で、ちょっとやってみて、で、あ、これはダメだね、ダメだなっていうか、やる必要がないもんかなっていうふうに思ったら、なんだろう、また切り替えていくから、やることをね、っていうふうに思ってますので、それをお伝えしたく、今回ね、このダラダラジオで喋らせてもらいました。で、それの協力のお願いっていうところに関わるんですが、それがね、自分もみんなが学校で使うようなワークのやつを何個かちょっと持ってるんですよ。で、仕事からちょっと手に入れることができるので持ってるんですが、やっぱりその種類も多くはないんですね。で、できれば本当にみんなが使ってる学校のワークの、難しさとか、そのね、ワークに実際に載ってるものに、こう、なんだろう、それを使って動画を撮りたい。そのまま使うか分かんないし、ちょっとね、自分で問題いじって変えるかもしれないんだけど、だからできれば今ね、中学生のみんな、それか高校入学しても中学校の時のが残ってれば、問題と答えを写メで撮ってメールでちょっと送っていただきたい。そう、それをね、お願いしたいんです。これ必ず問題と答えをセットで送ってください。そうで、そのまず一章ですね、これは中学校1年生2年生3年生1章だけです。2章以降はまだちょっと送っていただくと、多分ね、普段からたくさんメールいっぱいいただいてるんですけど、多分大変なことになるので、そう、1章分だけのその応用問題を送ってもらえると助かります。もしね、協力いただける方いらっしゃったら、右下に今メアド書いてあるんですけど、配置アンダーバーですね、下の棒に数字の4アンダーバーリーフアットマークヤフードと CO.jp までに送っていただけると、もしかしたら、全部ね、使うことはできないと思うんですが、使わせていただくかもしれませんので、よかったら協力の方よろしくお願いします。で、最後紙に書くっていうとこなんですけど、これはアドバイスというか、自分は今回のこともそうなんだけど、大丈夫考えすぎずっていうか、何かに悩んだ時ってめっちゃ考えちゃうことって多いじゃないですか。で、やっぱり考えすぎて何もできないというか、身動き取れなくなることって生きてたらあると思うんですよ。そう、誰しもね、あると思うんだけど、その時にできればやっぱり紙に書いた方がいいです。悩んでることとか迷ってることとか、例えば友達関係で悩んでることと、自分が何に悩んでるのかっていうのは紙に起こした方がいい。そうすると頭の中が整理されるのね。で、今自分がこういうことで悩んでるんだっていうことが目でわかる。そうすると次の段階に行きやすい。でも頭の中だけで悩みを考えてしまうと、ぐるぐる回っちゃうの、同じところ。あれ、さっきもこれ悩んでたよねって。で、違うところに悩みが飛んだんだけど、また戻ってきちゃうみたいな。そうするとぐるぐる回って出口が見えなくなっちゃうんだよね。例えば、じゃあ進学するときに、中学生でね、高校進学だったら私立と公立で迷ってるとか。大学と専門で迷うとか、高校生だったらね。さあ、それぞれの選択肢があるときに、それのメリット、デメリットを書き出すの。この選択肢はこういうメリット、いいところがあるよね。この選択肢はこういう良くない、デメリットがあるよね。じゃあ、それをちゃんと書き出して、それを見た上で、あ、でも、こっちのときはこういうことがあるんだよねって。そうやって頭の中を整理して、どんどん進んでいくの。悩みっていうのは、すぐ解決しないから。だって悩んでるんだもん。それが悩みでしょ。でもそれをやっぱりちょっとずつ解決に導くためには、紙に書くっていう手間かもしれないけど、その行動っていうのはすごく大事になりますので、そこを意識して見てもらえたらと思います。この時期ちょっと悩みが増える時期なんでね、やっぱり1ヶ月経ったからさ、なのでもよかったら参考にしてみてください。では今回はハイチのダラダラジオ第190回、考えすぎずに行動をというテーマで喋らせていただきました。今回もね、最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。で、ちょっとね、協力のお話、お願いさせてもらいましたが、
強制はしないです。はい、自分の、チャンネルというか、授業動画使ってくれてる方の中では、やっぱり、こう、ライブとかね、周りがさ、頭良くなるのがちょっと困りますっていうんで、あまり広めたくないですっておっしゃる方もいるので、こう、ちょっとそういう協力ができませんって方もいると思います。それはそれで全然構わないので、ただ今回話を聞いて、ちょっと、まあ、手助けしてやろうかなってぐらいに思っていただけたら、ぜひね、そのメールアドレスに送ってみてください。では、今回はここで終わります。以上です。ありがとうございました。